この瞬間のこのプレーに感動したっていうのはありますか？ああ、感動っていうか、もう言われて思い出すのはあれですね。ブスケツが、ワンタッチで柔らかくメッシに落として、ワンタッチだっけ？はい、行ってきてくださいって感じで、クラシコで4人ぐらい抜いて決めたゴールあるじゃん。あれのなんかね、この2人の物語というか、信頼関係。はい、どうぞっていう、ブスケツのスマートさとそれに応えるメッシ。あれがね、あのプレーが大好きなんですよね。感動したプレー。ある？なんか。まあ、自分のチームのプレーは当然感動しますけどね。感動の連続ですけど。あとなんだろう。あれですね。ベッカムのめっちゃ批判されててさ、ワールドカップで先輩になって、その後のワールドカップ予選で、イングランドをワールドカップに導いたの、フリーキック。あれとかもうメンタル的に極限の状況だから、あそこでちゃんと結果出せたのはすごいですよね。イスタンブールの奇跡の時の、ジェラードのヘディングとかね、リー・ダダナリのボレーとか素晴らしかったですけどね、日本代表だと。そうだね。ああ、ロシア戦の稲本のゴールか。ワールドカップ初勝利のね。テンペレが手足提言の神フィードの時全くボール見てない なんで感動すんだよ、あれ。ああ、乾のミドルね、確かに。ああ、中田のユベントス戦のね。そんな感じ、これ。これちょっとまた別でやりたいですね。貫いた自分束の間のキング、よりビリー